足柄村相乗事件とは、昭和8年7月に、当時の神奈川県足柄下郡足柄村で、発生した相乗事件である。事件の始まりは、足柄村に隣接する小田原町が、上水道新設に際し、村内の飯田岡集落に、水源地を設けることを計画したことからである。事件が発生する1年前の昭和7年3月、 小田原町は、足柄村に大使計画案を内示し、村側から了承を取り付けていた。一年後の昭和8年3月に、小田原町側が正式に足柄村へ計画を公表提示したところ、水源地を設置した場合、足柄村の推理に重大な損害が出ると、村民側から意見が起き、神奈川県選出の国会議員による妥結工作も実らず、村民の大勢が、 水源地反対に傾いていった。これに追い打ちをかけるように、神奈川県庁による飯田岡集落への私屈所建設、小田原町側からの水道計画変更なしの声明、さらに村長が朝廷を県側に要請するの主張が村民側から弱腰と受け止められたことが重なり、火に油を注ぐ形となった。そして7月13日、村内の寺において開かれていた。 大規模な反対集会に偶然行われていた足柄村消防組の幹部会議が合流した結果、300人規模の組織的暴動へ発展することになった。7月15日午前2時頃、30人の放火部隊が死屈所を襲い、職員2名を捕らえた上で放火を行った。これにこうして足柄村消防組を主力とする本隊が消火活動と称して駆けつけると、 消防ポンプ等の消防用具で敷屈所を破壊し、さらに水道を計画に賛成する地元有力者の住居を襲い、家人には暴力を振るわなかったものの彼らの住居を破壊した。この騒ぎを察知した地元駐在所から警官1名が静止に駆けつけたが、到底静止できるはずもなく、暴行を受け、水田に投げ込まれる。警官は生命に別状はなく、 隣接集落の公衆電話から小田原警察署に救援を求めた。また、捕らえられていた、私屈所職員のうち一名も、同じ公衆電話から小田原警察署に通報した。連絡を受けた小田原警察署は、警官50人を自動車で派遣し、村長の自宅を襲撃に向かう集団と衝突し、夜明け頃に、これを鎮圧した。この事件で、足柄消防組の幹部や、 地元の区長を含む234人が検挙され、うち60人が起訴されている。姿勢が敷かれるのは7年後。村民の推理に影響が出る反対意見を実証するための施設だったが、村民側は水源地決定と受け取った。この中には襲撃に参加しなかった消防組幹部も含まれており、そのものは自分の部下から襲撃される羽目になった。 集落の電話線が切断されていたため駐在所から電話ができなかった。ありがとうございます。